昨夜、JR 山陽本線で監視員が踏切を遮断していない状態で列車が通過していたことが分かりました。その直前には自転車が踏切を渡っていました。昨夜10時50分ごろ、JR 山陽本線の上り列車が広島市西区の交互踏切を遮断されていない状態で通過しました。 こちらの踏切では遮断機の棒が自動で降りないように機能が停止されていましたそしてこの棒の代わりに作業員がロープを張るはずだったんですが指示がうまく伝わらずロープが張られなかったということです JR 西日本によるとこの踏切はおよそ2キロ先にある草津踏切の工事の影響で機能を停止現場では JR 社員2人の口頭による指示に合わせ 監視員2人がロープを張るようにしていましたが指示がうまく伝わらなかったということです列車が通過する直前には自転車が踏切を渡っていました JR 西日本は再発防止に努めるとしています